はい、というわけでやってまいりました。今日はですねこちらジャックリーのねモバイル電源ですね。いやモバイル電源ねいろんな用途にね使えるということでね、まあ、こちら400ワットなんですがまだこれね開封してないんですよ。とりあえずね開封の方してみようと思います。早速開けてきますね。いや楽しみですねおおこんな感じこんな感じです。すごいなんかポーチ的なものが入ってます。で取説的なものとててんこんにちは。あ思ってたより小さい。あこれぐらい思ってたより小さいすごい。あそんな重くないぞ。こんな感じ、なんか熱処理の穴が開いてます。ここから車のシガーソケットからね充電ができるんですよ。それでねちょっと私はこれ選んだ理由もあるんですけど、この iPhone のねこの Apple のこの電池、それのね開発者がこのジャックリーさんの方にね、いるということですよねまあ電池っていう面でねすごい信頼が置けるものになりますねで金額面でねこの 400W っていうのはまあまあ安いんですよ、まあ、とりあえずはねこれ一回ね使ってみようと思います。っていうかねこれあれですよね、今開封しちゃってたんですが充電されてるのか気になるところ。あまずペリペリ剥がします。これ充電入ってんの。ちょっと電源入れてみます。ポチ、あ入った。いや 34% 入ってました。ちょっととりあえずね充電できるかやってみましょう。とりあえず開けたてでも 34% 入ってるんでなんとか使います。ここに入っとるんかい。ちょっと開けてみます。これ黒くてかっこええよな。ででーんコード入ってます。これ外国でも使えるように100から240ボルト対応となってますね。いや本当ねなんか取り回しがねいいんですよ小さいから。さっきのこのインプットのところにグサーとか、こっちは、家で充電するやつですね。ほら、ではねこのシガーソケットに差し込んでみますね。プスリとジャックリどうだ。おお、いったいった。45ワットって書いてますね。で結構ねこれ重要なポイントで他のメーカーさんねこれ実は20ワットぐらいでしか充電ができない場合もあります。まあそれから見るとねこの倍ぐらいのパワーで充電ができるということですね。結構いいかもしれん。結構マジでいいかもしれん。でこれね問題はね実は400ワットっていうところにあるんですよねまあちょっとね安いので比較的ね、まあ私は今回これを選んだんですが結構ねなんて言うんでしょう、スマートフォンとかiPad ね、そんなんは普通にね充電できるんですよ。まあ今日ちょっとこうラーメンをこれほら、やっぱすっきゃねーをね食べてみようと思うんですが、実はこんなん買いました。ててーん、ラーメンメーカーこんなん買いました。ラーメンメーカー、これね沸騰時間約7分と、500ミリリットルの水の場合なんですが、500ワットなんですよね500ワットなんですよ。この手のねなんか小さいね電化製品ってね結構ワット数使うんですよね。500ワット以上ね。でなかなか400ワット以下っていうのがなくて、できるかなやってみよう。はい、ではラーメン作りますこれこぼすとまた嫁に怒られるやつやな。ではまずは水を入れます。500ミリリットル、どれぐらいかな、これぐらいか。で電源を挿すんかい。そっか、今ちょっと充電してながらやってるんですけど、まあ、34%、今何%?あ、36% まで充電できてます。あ、そやからやっぱ早いよな。これも取っときますね。一応ね、レビューなので。では、いざ。この500ワットの電源の調理器具が、この400ワットのモバイル電源で使えるかどうかやってみようと思います。電源、ここやな。ポチッと。さっきね、これ、説明書に、だいたい7分ぐらいで、沸騰すると書いてましたよね。
今11時7分です。ということは14分ぐらいか。お湯が沸かないとこれを生でパリパリっと食べることになってしまう。では今ね、お湯を沸かしてる間に、ほんまに沸くんかな沸かしてる間に、ちょっと iPad Pro ね、あるんで、これも充電してみよう。ここボタン押さなかねね、ポチ。はい、92%。これちゃんとね、ほら、電池のビカビカマークついてますよね。今 iPad をつけると、アウトプットが 15W になりました。ガーン。今衝撃の事実。なんと電源がオフになってました。電源オン。すごいすごい。上がっていく上がっていく。250W。あれ？消えた。3W。あれ？あ、なんかアウトプットが安定しない。頑張れ。頑張れ、ジャックリー。ああ。これひょっとしてリッパーリミッターとかかかってるんかな、安全性能が。マジか。やっぱ 500W 使われへんねや。ちょっともうちょっと時間置いてみようかな。ちょっと10分ぐらいちょっとこのままテストしてみます。はい。時間が経ちましたが。やっぱり、ちょっと、ほんのりあったかいぐらい、ぬるいぐらい。こう熱うまでいかないですね。これ無理か？生で食わなあかんのか。はい。ちなみにね、ちゃんと説明書読みましょうね、皆さんね。私のように無茶しないように。5W のライトで35時間持つんですね。すんごい。で、冬はね、電気毛布、これ約6時間持ちます。USB はスマートフォンでしたら42回。で、さっきのタブレットでしたら11回充電ができると。で、車用のね、冷蔵庫で28時間持つらしいですね。あと、本体をね、充電するのに、まあ、家のね、コンセントで行くと 7.5 時間。車のシガーソケットで約10時間ですね。で、ソーラーパネルで充電もできます。60W のソーラーパネルで 13.5 時間か。まあ、いろんな方法でね、充電ができるということですよね。お腹空いたよ。あ、ダメでしたね。結局ちょっとね、ぬるーくなってるけど、これ結構、こう、でもさっきよりちょっと熱くなってるかな。もう今ね、ちょっと充電しながらやらせてもらってますけど、途中までね、ほら、こうグググッと上がるんですけど、リミッターが効くのか、ほら、バツンと切れちゃいますね。まあなので、まあ、500W は使えません。皆さんご注意ください。はい、家にね、着きました。いや、ラーメン食べれなかったですね。ちょっと悔しいんで、ちょっと家でね、このパソコン環境、結構ね、私これパソコン周り電源使ってるんですよ。これね、モニターパネルが1枚2枚と、まあ、この下に、パソコンね、ノートパソコン置いてます。それにね、ちょっと音系のね、アンプやら、こういうやつね、やってるんで、まあ、この辺全部つけて、これ全部ね、パソコンから電源を取ってるんですね。これもこれも。これも撮ってます。なので、ちょっとこれ刺してみようと思います。今ね、ほら8月なんですけど、9月ぐらいになるとね、台風がやってきますよね。その時に、まあもし、停電とかになっちゃった時に、この災害時時にすごいね、いいなと思いますね。まだ 34% あります。あ、今ポーンって言いましたね。ほら、100%。モニターパネル1枚2枚と、ノートパソコン。これ結構ね、これ MacBook Pro のね、これほら、アダプター 87W もいるんですよね。今ちょっと抜いたら電源切れちゃいましたけど。お、モニターつきました。ちょっとしたね、こういう細いね、棚の上でもね、置けちゃいます。アダプターの方が大きいわという感じやな。結構ね、災害がね、多くなってきましたよね。地震もね、いつ来るかわからないので、こういったね、蓄電器、モバイル電源っていうのはね、もう欠かせない存在になってきたんじゃないですかね。ちょっとごちゃごちゃしますけど。そしたら、家で充電、もしもの時のために充電しときましょう。はい、いかがでしたかね。
いやなかなかね便利ですよね。詳しくはね下の概要欄に貼ってますのでクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ジャックリーのモバイル電源でした。じゃあね、バイシュー。